お悩み別足の改善ストレッチを4回に分けて紹介しています。第2回目は前回と同様 X 脚改善のストレッチ後編です。ではやっていきましょう。ステップ1、足を腰幅に開いたら円を描くようにして腰を回して骨盤周りをまず柔軟にしていきましょう。片方20回ぐらい合わせたら反対回しにまた20回程度回していきましょう。ステップ2、X 脚を改善するにはお尻周りの中殿筋という筋肉を鍛えてあげる必要があります。横になった状態で足はまっすぐ伸ばして上の足だけをパタパタ上下に動かします。この時にお尻の筋肉を使ってるのを意識しながら足が閉じきらないところからまた持ち上げる、この動きを30回程度行います。反対側も同じように30回上下に動かします。ウエスト周りのエクササイズにもおすすめです。ステップ3、肘、腰、膝を一直線上にセットします。上の手は腰にかけた状態で体をぐっと持ち上げてここでキープしましょう。で、余裕がある方は上に乗せている足を持ち上げてこの状態でキープです。下側になっているお尻のあたりに効いていればバッチリです。この状態で30秒キープしましょう。反対側も同じように行いましょう。この時に下になっているこのあたり、お尻の下側を意識しましょう。ステップ4、仰向けになったら足は縦膝にして足の幅は骨盤幅です。かかとの位置は膝の真下に来るようにセットしましょう。手は体側、体の横に置いて手のひらは床につけておきましょう。この状態でまずお尻をギュッと締めた状態で上に持ち上げたら膝と骨盤、そして胸が一直線上になるところまで持ち上げてここでキープしましょう。できれば1分間キープしてみてください。この時にお尻の力が抜けてしまわないようにお尻はずっと締めた状態です。毎日エクササイズを心がければ足の歪みは改善します。ぜひ続けてみてください。ではまた次回。